さあ、じゃあまあやっていきましょう。第3話、お見合いということで、お久しぶりでございます。ちょっと間が空いちゃいましたね。桜大生の実況と前回との間にね、空いてしまいました。お待たせいたしましたっていうとこ、まあ大して待ってる人なんていないと思うけど、ちょっとね、ベルセルクやってたら間が空いちゃいました。ベルセルクちゃちゃっとあげようと思ったら、もうやたら編集がめんどくさく、編集するところがめんどくさくてね、それとか考えてたらちゃちゃっと上がらなかった。2週間ぐらいで上げられるつもりで、それを終えたら桜大生に戻ると。お、鍵山崎くん、まあ、前回の振り返りをすれば、あの敵の目撃金剛かな、お倒さを目撃かな、顔を口元を押さえている。そしてで、そしたらあのその裏で米田のおじいちゃんが、一体誰者かに撃たれてたしまったんですね。そばにいながらこんなことに。ヨネダ支配に大神一郎入ります。よいしょ。重傷だこれ。あのちょっと思うんだけどさ、あの確か帝劇の地下にはさ、あの全身すっぽりと覆うあの LCL 回路、 LCL 溶液みたいな中に入れる、あの水で満たされた体力回治癒装置みたいなのあるじゃん。あれ使ったらいいんじゃねって思うんだけど、あの1話でね、さくらくんが一矢まとわぬ姿で、あれなんで入れられてたんだっけ入れる理由あったっけで、なんかあの回復してたけどさ、あそこに米田中将、米田支配に入れたらいいんじゃねって思うんですけど、どうなんすかね。あそこにいるときはいいんじゃない、こんな普通の病院に入れずに最新の医療だな、受けさせてあげた方が。まさか米田長官があんなことになるなんて、この帝国歌劇団はどうなってしまうんだ。いかん、俺はこんな弱気では。こんな時こそ隊長として花組のみんなを励ますところの仕事じゃないか。きっとみんなも落ち着く。滑舌が甘いな。甘神の実況またやりたいな。また実況しても多分リホコの方に行くんだけど、とりあえずさくらくんは家に、さくらくんは部屋にいそうじゃない。さくらくん部屋にいそうか。しかしいない。時間を無駄にできないね。時間しっかり過ぎるからな、それが怖い。誰かいる。外を見ている。おそらくこれがさくらくんとアリスが何か話してるぞ。あれ、ケロリとしてる。だってアリス、死ぬかどうかハゲます。涙を拭いてやるなんて、そんなイケメンなことできないですわ。ほんとさ。大して上がらない。あのさくらくんのいる手前ね、さくらくんのいる手前、そんなあのナンパなことはできない。さくらくんへの気遣いを忘れてはいけない。嫉妬の鬼だから。さくらくんを一人にしたら落ち込んでたりしそうな気がするから。おい、間違えた。これで時間使ってねえだろうな。階を降りたり上がったりするのに時間使ったりしそうだから怖いんだ。売店、とりあえず椿ちゃんに一礼をしておく。そこにはいつもと変わらない椿ちゃんが。椿ちゃん
とりあえずブロマイドをもらっとく。これはもう日課としてね。レニーがあるからレニーもらっとこう。50点になります。椿と話す。椿ちゃん元気だね。えらい、プロや。椿ちゃん強いんだね。こういう気丈になんか振る舞っとる人はダメですね。ダメですね。一番なんか気遣いしてしまいたくなってしまう。もう誰彼構わずさ、なんか悲しさを泣きわめいて、そういう人よりもさ、なんか気丈に振る舞ってる人、折れそうな心で気丈に振る舞ってる人みたいな心に来るものがある。やめていただきたい。思わず抱きしめたくなってしまうじゃないか。ガンダムのように。あれ、いないっすな。意外にこの、あの舞台に、舞台袖まで行ったら、誰かいない。こんなに外すことってある。中には、中帝。なぜかアイリスが泣いていた。アイリス、おじちゃくす。つかアイリスが直してやれよ。声かけますわ、それ。ほっといてもいいことはない。そっとしておこうとも思ったんだけど、泣いてるアイリスを見たら声をかけずにはいられなかったんだ。そうか。元気を出せよアイリス。泣き声は、泣き顔は。アイリスに似合わないぞ。アイリスはいつも元気に笑ってるのが一番だったから。うるせえ。そういう時に無理して笑えっていうのもどうかな。そのアドバイスは。悲しい時は思いっきり悲しむのも俺はそれも大事なことだと思うけど、とりあえず支配人室に行ってみる。誰かいるかな。誰もいないし。あ、さくらくん、なぜか支配人室。どうした、どうしたんだい。写真。おう、おう、山崎と、さくらくんの真空寺忘れたな。あと藤枝あやめ。名前忘れたな。さくらの父親の名前。さくらくん、お、私、入ってきてくれるさ。肩にそっと手を置くなんていうナンパな選択肢。あれ、これもっと緑、もっと青にグンと振っていいんだけど、気持ちの中ではちょっと待ったら。テンテラリ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 ーン。一番好感度上がった。待ってよかった。緊張したな今のは。あの選択肢は嫌われるんじゃないかとドキドキのもんですわな。基本的に怯えているな。なんか何かに怯えている。そういう風な、なんか急に距離を、おい、いない、織姫くんいそうなのに。結局俺さくらとアイリスにしか会ってないんですが、案外地下格納庫に誰かいたりしそうじゃない。案外。いや、笑っちゃいけない。あら、影山咲くん、なぜこんなところに。ほう、どこ吹く風っぽい。あんたらが、あんたが仕事をしっかりしないから夜だ。じゃあ、いや、おお、ちょっ
っと心が今ざわざわしてる。全然みんなに会えなかったから、どうしてそしてそんな、このままでは帝国会議団は資金的にも行き詰まってしまいます。この時に、いや分からん、俺にできることは何もない。今は耐えるんだ。夏公演を成功させたらちょっと違う気がするしな。我慢しよう資金が足りないてや、なるほど、確かにそれはいい考え方かもしれない。あのでもさ、そんな大成功したってパイがさ、客席のパイを増やすことはできないわけだから。全員揃ったからキリ、いやー実は一つ悪い知らせが。帝国会議団に対する財界からの援助が一斉に打ち切られたらしい。さくら君口元押さえるの好きね。援助打ち切り、その通りです。織姫君あたりはさっさと帰った方が。こんな貧乏劇場にそんな外国人選手2人を雇う金はないわ。明るく盛り上げない、から元気に行こう。俺たちは帝国会議だ。舞台があればお客さんが入ってくる。今月の夏公演を成功させればお金のことはなんとかなるさ。そうだろみんな、親会社が赤字だろうが球場に客を呼べば球団経営はできると、そういうことですね。よし頑張っていこう、しまっていこう。で、なんですか、ディアホ男役の人がいない、この4人ではな。もうそうか、外国人選手が3人もいるから。揃いも揃って景気の悪い顔しちゃってさ。外国人選手が3人もいるから3人を返してさくら君とどっか旅にでも出ようって言おうとしたのに。カンナどうしたどうした、花組らしくねえぞ。ほらシャキッとしな。カンナじゃないかよ。ただいま。外国人選手っていうことで頭の中で3人いるかなって。ロドリゲスとワンボーロンとあと1人誰かいたかなと思って。ハンコック、私はあんまり外国人選手に力入れてないな、ハムはって。日ハムの話でした。おいおい、アイリス、どうしたんだ。どうしたんだ。カンナさん、支配人が米田長官が撃たれました。なんだと支配人はどうなんだ、生きてんのか死んでんのか。なんか偉くなんかこう威勢よく登場した割にさ、支配人のことは特に知らないから一番動揺してしまうっていう。隊長の気持ちはよくわかるよ。これからどうするか、ね、ただ知らない通りすがりだったっていうだけの感じ。ところでさ、こんな時になんで芝居の話なんかしてたんだ。全く話の内容にも読めてない。まあまあまあ。わかったよ。お茶の水飲みます水。さあ、もう締めっぽい話はなしにしようぜ。そういうキャラ、そういうキャラでしたっけ。お客さん満員にして帰ってきた支配人を驚かそうぜ。水がうまい。役者はどんな辛い時も笑顔でいなくちゃな。そうか。お、新顔が2人。元花組のソレッタ織姫君とレニ・ミルヒ・シュトラーセ君だ。よろしくな。よろしくな。シャオ。よろしく。他のみんなはコーランは花屋敷、マリアはアメリカに出
ちょっと。あれ？あれ？いや、スミレの姿が見えねえけど。スミレさんはいないんですよ。たくもう、こんな大事な時にいねえで、何がトップスターだ。やっぱりスミレさんがいないと気になりますか？てか、スミレに資金援助してもらえばいいじゃん。バカ言ってんじゃねえよ。あんたりがあいつのこと気にするわけねえだろ。リア王役はカンナにやってもらって、よし、夏子へ行けそうだぞ。よし、そうと決まりゃ即修行始めようぜ。修行、修行とは？こういう顔をこのあがらめているグラは果たして誰に需要があるんですかね。とにかくみんな、あれ、いつの間にかあのピンクゲージが増えてやがる。どこで増えたんだこれ。動画を見返して確かめてくれ。どこでピンクゲージ増えたんだ。ナンパ、ちょっとナンパ度上がってる。ダラナナ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 あれ、この曲ってさ、ワンの曲ではないんか。歌があった気がするんだよな。歌をさあ歌いましょう。俺ワンのエンディングだろ。やてえこと言うなってな。私の願いを正面からぶつけてみようぜ。リア王の話とかよく知らないんですけど。それが夢の続き。明日を歌おう。ワンのエンディングだよな、多分だけど、多分。どこに？付き合ってくれと。修行か。ほう、修行か。空手の組手を唐突に。俺でよければ付き合うよ。空手か。空手か。おっと、もう時間が18分。上段、中段、下段の3箇所を攻撃するから。上段だったら頭、中段だったら胴、下段だったら足を攻撃するから。了解した。上段に頭、余裕です。よし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 。どうどこ、これぐらいの反射神経は。よし、次はかわす。上段はしゃがむ、下段はジャンプ。ふう、うん、上段突き、しゃがむ。なんかあったな、他にも。下段蹴り、ジャンプ。見切ったぞ。はいはい、反撃してみたと。ほう、難しい注文。上段回しだ。そしたら下段回し、足元に。しゃがんで下段蹴り。どうでしょうか。しっかり反撃をしたじゃないか。あ、パーフェクトでした。簡単だったな。簡単だったな。よし、じゃあここまで、今回はここまで。カンナのお話から
次回を始めようとしましょう。それではまた。